ございます。今日150キロのサイクリング、もうすでに1時間ぐらい走って、見てください、顔パンパンです。口もかじかんじゃって喋るのも難しいです。僕サイクリング行くときに必ず寄っていくパン屋さんがあって、ここですね、空花さんです。で今日はサイクリングのゴール地点で一泊する予定なので、で、まあ、要するにチートデーなんですね。だから今日は好きな、朝から好きなパンを食べて、で腹ごしらえをして、残りの120キロぐらいかな走りたいと思います。それじゃあお楽しみに。はい、改めておはようございます。で今先ほどもご紹介したソロ花さん、出先での食もちょっと考えてます。まあ、極力脂質を抑えて糖質が多いものを選びましょうっていうのは、やっぱりまだまだこれから走るよっていう状況であれば、なるべく胃腸に負担のかからないもので、今日の機材ホイールが変わってるんですよ。これ次回の機材動画で紹介するんですが、いろいろパワーアップしました。次回ご紹介します。で今回のこのソロ花さんなんですが、めちゃくちゃいいパン屋さんなので、ぜひサイクリングの方は寄って食べてください。はい、朝食が終わってこれから出発するんですが、今回185W 縛りで走るっていう目標なんで、今の時点でじゃじゃーん、181W ですね。あと 4W 上げなきゃダメみたいですね。それじゃあ出発です、行きましょう。To try, we've come this far to give you everything we have. With minds fixed, focused, forward, minds fixed, focused, forward, minds fixed, focused.海岸に着きました。今、まあ、多分見えないと思いますが、今80キロ、アベレージが186W です。さっき181W からスタートして、5W アベレージ上がりました。ルール通り 185W で走り切ることが達成できそうですが、でここ御宿海岸、御宿なんですけど千葉県、ここの海、まあ、家から780キロの場所なんですが、ここは僕が学生の頃、高校生の頃、この海岸でめちゃくちゃはしゃいでた青春の場所です。多分僕の高校生の仲間がここを今見たら懐かしいななんて思ってるんじゃないでしょうかね。じゃあ残りの70キロかな、多分そのぐらいだと思うんですが、一気に駆け抜けていっちゃいましょう。それじゃあレッツゴー。With minds fixed, focused, forward.
っきのマビックカーの意味がちょっと分かりまして、どうやらなんか BB ベースっていうなんか今日から始まるイベントがあるらしくて、それにたまたま僕がそのイベントの方々と、会ったらしいです。で、安田団長がいました。団長さんとお話しさせてもらって、すごくいい方でした。あ、向こう行きましたね。はい、こういう出会いがあるんですよね。この後結果発表をするんですが、その時にちょっと走ってて、初心者さんがサイクリング、ロングライドするためのちょっとしたアドバイスを、したり、雑談動画にしたいと思います。はい、お疲れ様です。とここで最後エンディングを撮ろうと思ったんですが、ちょっと人が多すぎて映り込んでしまうので、あとで部屋でまた撮影し直します。それじゃあいただきます。Spell the south of bells. はい、お疲れ様です。それで、結果発表します。ホワイトボードに書いたので一気に出しちゃいます。じゃじゃーん、187ワットでした。いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。目標を達成することができました。はい、で時間が5時間、距離が150キロ、平均スピードが30キロ、平均心拍数が127でした。はい、こんな感じです。それでサイクリングをしていて思ったことを感じたことがあったので、初心者さんがソロでサイクリングを行う時のちょっとした楽しみ方、ちょっと参考になればいいなと思って感じたことを伝えたいと思います。まず一つ、僕も今回やったんですが、何か目標を作ることですね。例えば何々を食べに行く、でそこまで行く過程に、例えばワットがなければ平均スピードを30縛りにしてみる、25縛りにしてみる、まあ、その人の体力、あと距離によっては変わりますよね。あ、心拍も結構楽しいです。心拍をこの心拍で守って走る、若干余裕のあるぐらいのルールを作って走ると集中力もあって、非常に僕は今回めちゃくちゃ楽しかったです。はい、例えて言うなら、スポーツカー乗ってる方ならわかると思うんですが、山道、ワインディングをめちゃくちゃ攻めるわけじゃなくて、こう軽快に走っていく感じ、すごく楽しいじゃないですか。それに似て、だらーっとこう車も走るよりも、ちょっと軽快にアクセルを開けて走る方が楽しい。それをやっぱり自転車に当ててみると、若干こう心拍が上がって、ルールを決めて、下半持って、ガーって風切っていくと面白いです。辛いほど追い込んじゃいけないんですが、軽くこう目標を持って走ると、飽きないで、楽しめると思います。あともう一つ、これはね、皆さんにね、謝りたいことなんですけど、動画の前半、パン屋さんでの下りなんですが、もう顔パンパンで顔ぐしゃぐしゃだったじゃないですか。38歳のおじさんのね、あんなぐしゃぐしゃの顔を誰が見たいっていう感じなんですが、結局フィットネス動画なので、もがいた後撮影したり、息が上がってるところを撮ったり、トレーニングの直後を撮影したりして、ね、よだれとかも出てるだろうし、夏場でしたら汗が出てるだろうし、汚いちょっと顔とかね映っちゃうかもしれないんですが、まあちょっと引かずに、見てやってください。編集してて今日、これはひどい顔してるなと思ったんですが、これからもあんな顔が、これからも、ちょっと人には見せられない、顔が映るかもしれませんが、ちょっと多めに見てやってください。はい、今回の150キロサイクリング終わりにしたいと思います。はい、ちょっとでも、面白かったらいいね、
チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、それじゃあまたお会いしましょう。